超豪華今話題のグルキャンを楽しもうというね、ことをテーマにですねお伝えしたいと思いますが、グルキャンって何ですか、はい、知ってます、知らないんですか、知らないキャンプ、ソロキャンプが流行ってます、ね、あ、そうなんですよ、それの反対です、ソロの反対、そう、グループキャンプという意味なんですよ。確かにソロキャンも流行ってるんですけども、家族や友人とみんなでグループで楽しもうという形も今ですね、そうなんです、人気で流行ってきているんですね、いいよね、そうなんですよ。でも私の世代にとったら普通のキャンプですよね、グループキャンプソロキャンプじゃ遊び方があるんですよ、あるんですか、あるんです、はい、ご覧ください、どうぞ、いらない始まりました、僕らの大冒険、イエーイ、キャンプファイヤー、久々ですね、久々にお届けしております。津山市のアウトドアショップリッチリッチキャッチが全面協力、案内役はおなじみこちらの方、こうもっちゃんです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、なんですがこうもっちゃん、2人だけです、寂しいな、ねえ、いつもなら竹内くんがねいるはずなんですけど、この日竹内は別の仕事が入っていたため後から合流、しばらくはこの2人だけで進めます、大丈夫、本日は、はい、豪華キャンプ、おグルキャンします、グルキャン、グルキャン、え、回りながらみんなですごいテント立てれんな、やっぱり竹内くんいるわ、収集つかなくなっちゃうからですね。グルキャンとは友達や家族同士グループで楽しむキャンプのこと、最近こういう形も増えているんです。まずはテントの設置から、よいしょよいしょよいしょ、ちょっと待って、でかくない、これよいしょ、そんなよいしょよいしょ言いながら持ってくるほどの、いやいやいや、よいしょ、すごいな、何年よこれ、寝ようと思えば、はい、もう本当10年とか、すごいな、寝れちゃいます、もう史上初の大型テントになるので、メーカー過去最大クラスのテントでグルキャンにもぴったり、その驚きの大きさとは、え、まずはじゃあ広げてみましょうか、え、俵やん、うん、俵え、うわすごいな、長長いですね、8m60か、幅が 5m20 です、はい、5m20、花見でもこんなブルーシート使うわまずはとにかく広げ切るしかないのですが、すごい折りたたんでるよ、これゴールが見えんな、え、なんか卵焼きみたいな、保育園児用のプールみたいな、なんかなんか業務用みたいですよ ね、これで広げ終わった、広げ終わった、すごい、これが8m60 あります、はすごい、うわすごい量だ、すごい量だ、ポールもすごいぞいや太いポールですね、うん、ただしこのテントメインポールたったの3本で立てることができるので立て方自体は単純、坂本これまでの経験を生かして自分の力で立ててみることに、これを差し込んでなんかこっちから出すのか、これだ、これに差し込んでくださいってことだ、ここね、これね、おいこんな普段やるやつや何なのこの一人、ちょっとした肉体労働ひどいなこれ、とりあえず3本のポールを決まった穴に通します、完了したら結びつけたロープを伸ばしペグを打っていきます、はい、ここにペグ打ちます、移動はダッシュだね、いらん動きが多いな、走るいらん動き多い、いやいや、あの突っ込んでほしいんですよ、そっちじゃないからって、そっちじゃないから走るんじゃないんですよこの時我々は思った、うん、竹内がいてくれれば、うん、何時ぐらいかな、もう心待ちにしちゃってる、は2時間半ぐらいかな、嘘でしょ巨大テントに2人で対峙せねばなりません、うわ重い、重い、ロープをペグで止めたらポールを立ち上げます、しかしよいしょよいしょ、パターンやな、お頑張って頑張って、よいしょよいしょ、格闘の末なんとか成功、ひだひだひだ、すごい大輔さん1回でいやだった、いやじゃあもう1回、思えば坂本足がな、もう変なんしかないんや
これまで何を作っても失敗ばかり。挑戦してうまくいくことなんてほとんどありませんでした。竹内がいないのは今回が初めて。今日という今日は自分の力で壁を乗り越えないといけません。すごい壁ができた。初めてこんな立てたの。自分のため、そして相棒竹内のためにも自力でテントを立てたい。たとえ困難に襲われようとも。いやもういないな人形劇がダメだ。おいおいおい。そしてはいよ、よし完成です。イエースぐる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 。止めなければ永遠に走り続ける2人。我々は再び願った。竹内早く来てくれと。 いよいよ、じゃあすごい広い。見てこれ、うわ高い天井ももう手が届かない。大きさもさることながらすごいのはその機能性。メッシュの窓に寝室。広い。とにかく広くて快適なんです。2人だけで建てたテント、セッティングはこれで終わりではありません。さらに豪華に進化させると、こうもっちゃんめちゃくちゃ豪華できましたね。どこのホテルですか。本当ですね。すごいな。いいよ、テントじゃないみたいですもんね。ソファーにテーブル、ランタンでおしゃれな空間に。グッズを持ち寄って飾り付けるのもグルキャンの魅力。本当に何もない野原に、うん、野原に野原にこんなことなる。なる。住みたい。ね、もう本当にいい空間や。そしてここにすごい。え？来た。竹内さん。あれ竹内？あれ？なんか勘違いしてない？なんか勘違いしてないあいつ。坂道の車のとこあれ。あれ？あいつ多分。あ手振ってるけど。あれ？いや多分あれ知らない人だと思う俺ら。え？なんか。バカや。なんか芸能人みたいな。芸能人みたいな感じ。もうバカやあれは。もうここやもん。アホや。別の仕事を終えた竹内がやっと到着。何の仕事してきた。悪い悪い、よくないよ。やっとるね。やっとるねじゃねえよ、こっちがセリフや。アウトドアしとるね。こっちのセリフやっとるねやこれや。遅れてきた竹内、なんとか少ない時間で爪痕を残そうと頑張った結果がこれ。着替えた方がいい？それはいいでしょうよ。ジャケットできんだろ。近い。着替えてくるわ。なんだそれ。なんだその手。あで。まっすぐ歩け。はい、戻ってきました。ごめんなさい。ここから竹内くんです。お疲れ様です。え、こっから竹内くんです。さっきは竹内くんじゃなかったと思う。違ったの。続いて何をするかというと、こちらのテントの中で。はい。火をつけようと思います。もう火起こしはテントの中で中で火つけ大丈夫ですか。そうなんですか。オープン。今すごい流行ってます。入っていい。あえなんかある。石焼き芋。あ石焼き芋。石焼き芋。石よねこれ。これはサウナストーンといって、このテントの中で薪ストーブ炊いてサウナ状態になります。なのでこれはサウナテントです。テントがサウナになるってことですか。そういうこと。今流行ってますもんね、サウナね。今大人気のサウナをテントで実現させたこちら。サウナストーンに水をかけ蒸気を発生させる、料理も楽しめる本格派なんです。テントで持ち運べるので、これもね蓋はストーブはちょっと別だけど、テントもちっちゃくなるので、グランベルクよりちっちゃいかもしれない、このテントね。荷物は。ま、何言ってんの。火起こした方がいいんじゃないの。持ち運べるサウナテントだよっていうことが言いたかった。おおすげえ。燃焼効率が良い仕組みになっているので中が温まりやすいんです。 T シャツに着替えて準備完了と、その時。ここまで。あいやいや、お待たせ。いやいや、ちょっとここリゾート地じゃないんで、海でもないし、なんかダメです。なんかこういうものよ。
そのプールみたいな銭湯のサウナじゃないから海みたいないよいよ漂流実践石に水かけてみますはい行きますおお。いい音がしてますあなんか蒸気が来たよすごいすごいそれでは、熱波を送らせていただきます、はい、熱波送るすごい熱いうわー熱いおーおーおーおあ、ごめんごめん力が入りすぎバカねえおおおお知らんあ、ごめんかぶせてくるな最初は涼しい顔だった2人しばらくすると汗びっしょり結構温度上がりますよねほんとすごいな顔すごいな顔すごいなこれ熱いわあでもなんか気持ちいいね気持ちいいねうわー熱っもう限界う、ね、もう限界, う限界よいしょあーうわー気持ちいいあー生き返る整うわふぅ現在午後6時ですはいあもうそんな時間になっちゃったはいこの後2本分撮りますあいいっすよ全然いいっすよあもうねなんか抜けちゃってるからねもう普段のから普段のね竹内の方が本気で言うとこだけどないもうデトックスしちゃってるからそういうのないまだ明るい明るいねはいはいはい、いかがだったでしょうか。いやグルキャン春川さんがすごくキャンプお詳しくて、うん、大好きなんですよね。最近行く機会あんまりないんですよ、はい、若い頃よく行って、うん、これやっぱりね、テントサウナやった後本当は裸になって水風呂入って外気浴しなきゃ本当はね、本当はねそうだったんですけども近くの川しかなかったんで夜は川はちょっと危ないということであそうですね、夜はね我慢させていただきましたけどでも結構進化してるんですね、はい、キャンプもねそうなんです、いろんな楽しみ方がね、あの大きいテントもすごい売れ行きもいいらしいですしやっぱりあの物を持ち寄ってそれを増やしていってっていうのも楽しみ方がいろいろあるわけですよ、うんねはい、コロナも収まってきたし ね, ね大人数で集まってっていうワイワイガヤガヤも、ね、じゃあ次回は春川さん参戦かな私はもっと手際よくテント立てられますすいません失礼しましたすいませんすいません失礼しましたさあということでお店の情報ですはい、リッチリッチ自然大好きリッチリッチキャッチね、ご覧の通りになっております皆さんもぜひね、足を運んでみてください津山市にあります僕らの大冒険でした